通信の平均というのは、にしないでください。通信って、なんとなく、そのなんか有名大学の通信に申し込んで、勉強する気がないやつっていうのが 95% だと思ってください。なので、勉強する気がないので申し込んで金だけ払ってるっていうのは、早稲田慶応にとってみると、美味しいお客様なんですよ。なので、ただお金だけもらってる美味しいお客様っていうので、ほっといてるので、なので平均すると10年は当然なると思います。ただ、真面目にちゃんとやってる人は、僕が知ってる限り慶応で卒業した、1個下の後輩がいるんですけど、は5年で卒業したのかな？で、慶応通信卒業なんですけど、通信で書く必要ないので、履歴書の中では慶応卒業になってる。っていうのと、あと知り合いでもその通信制で卒業した人とかもいるので、なのでちゃんと勉強する人は5年ぐらい卒業できるので、平均とか、その一般なんか卒業率とかっていう割合は気にしないでください。勉強しないやつが混じってます。